ちは、ゲンゴロウ TV です。アンチパイラシースクリーンということで、この間僕のアンチパイラシースクリーンを作ってくれた方がいまして、でその方にアンチパイラシースクリーンもう一回見てくださいと言われたので、今回アンチパイラシースクリーン見ていきたいなと思います。やはり義理人情は大事にしないといけないわけですよ。わざわざ、まあ僕のためかはわかんないですけど、作ってくださったので、今回アンチパイラシースクリーン見ていきたいなと思います。はい、とか言ってカッコつけたのはいいものの、まだアル中からの笑ってはいけないの罰ゲームのムキムキハンバーグやってないんだよな。なんならこの間スパチャで9000円くらいもらって、ムキムキハンバーグ早くやってくださいって言われてるのにまだやってないんだよな。俺最低だな、クソ野郎やな。まあ一旦忘れよう。やっていこう。やろう。レッツゴー。 3,2,1 ヨーサンディエゴ OK。 さあ早速見ていきましょう。アンチパイラシースクリーン知らない人のために簡単に説明しますと、ゲームの海賊版動画を違法ダウンロードした時にダメだよーっつって、なんかバーンって怖い警告画面が出るんですよ。これがアンチパイラシースクリーンで、珍しくまともな説明ができました。早速見ていくんですけど、一回やったことあるんですよ、アンチパイラシースクリーン。まあまあ適当に見ていきたいなと思います。見たことあるやつだったらすいません。スタート。スーパーマリオカート、マリオカートですね。懐かしいマリオカートやな。うわーめっちゃ懐かしい。ワンちゃんやったことある。だってちょっと待って、怖い怖い怖い。いつイズはスペ、すいません。なーん、終わった終わった。地獄や。地獄ステージに変わった。何？地獄に落とされた。怖怖怖。なんも見えんやん。気持ち悪、怖。亀だ。亀に襲われちゃう。また変なとこ行ったよ。うわ、なんか近づいてきてた。やばいやばいやばい。怖いな、普通に。It is a serious crime to pirate video games. 海賊版は良くないぜ。はい、マリオカートのアンチパイラシースクリーンでした。いや、このマリカやったことあるかな？もしかしたら、お袋が別居してた時に、お袋ん家でやったことあるかもしれん。まあ、このエピソードはちょっとアンチパイラシースクリーンなんでやめときましょう。続いて、マインクラフトのアンチパイラシースクリーン見ていきます。マイクラね。やったことないんですよね、マジで。昔一瞬だけね、友達の間でマイクラ流行ってたんですけど、俺はやりませんでした。で、一瞬でみんなやめてたから、買わなくてよかったね。最近、アクモメサさんもね、マイクラのチャンネルとか作ったりして、めっちゃマイクラやってて、すげーって思いながら見てます。やりてーとは思わないっすね。あ、これあれだ、爆弾爆くんだ。何、もうバグっちゃってるってこと？すでに。怖い怖い。なー！You died！ 死んだやん。急になんか噴火して死んだやん。続いてポケモンのアンチパイラシースクリーン見ていきます。はい、行きます。スタート。ポケモンですよ。買いましたか皆さん。スカーレット、バイオレット。僕は買ってないです。最初のやつやん。懐かしい。レッドだ！レッドだ！レッドだ！人影映っとるべ。あ、不思議だねや。ええー、ね。Hello there, welcome to the world of Pokemon. My name is...ポケモン、seem familiar? No! Alright then! Myself! I study Pokemon as a professional! First, what is your name? 名前を決めましょう。レッド、アッシュ、ヒューマン。So your name is Ashu? Sure! This is my grandson! He's been your rival since you were blah 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 blah. What is his name again? なんて名前つけんだ？ Oh!ガリー！ Your very own Pokemon legend is about to unfold. I'm surprised you're no more excited. You'll be acting in kind as an alternative maybe. It's just my imagination! Let's begin your Pokemon! ピピカチュー Adventure! あ、いい感じやん。うわ、懐かしい。つっても俺、レッドやったことねえな。ファイアレッドはやったことあるけど、レッドはねえわ。Okay! Hey, what is, are you trying to live? あ、博士が来た。You did?Pokemon for your own protection! This is based on stuff Ash! Come feed me now! 本気で博士怒ってるよ。ポケモンもらわないと、まずは3匹の中から1匹選んで。ガリー、I'm fed up with waiting! ガリー、be patrol shell! Be here soon! Ash! There are three Pokemon here! They are inside the book of you! You probably think I'm going to give you one right? 1匹選べってよ、アッシュ。I'm not! Oh, Deshi! Of the Jenny, it's good to see you! I hope you will bring good news! Jenny! Jenny 出てきた。You are right! なに！ 何この気持ち悪いの！え？え？え？どういうこと？なんかこれ。
大木戸博士めっちゃ怒ってない？あああれが流れてきた、あの、シオンタウンの BGM だ。ああお前誰？ちょっと待って、お前誰？そういうことか。今のこいつが本物のレッドなんだ。あ、レッドじゃない、アッシュか。本物の主人公こいつなんだ。とんでもない哀れな姿になっちゃって、絶対死んでるよね。じゃあ、お前は誰なんだっていう、主人公の格好をした誰か。絶対メタモンや。めちゃめちゃメタモンの顔しよる。いや、めちゃめちゃメタモンじゃん。ああ、大木戸博士、ブチギレ！おう、大木戸が。おう、大木戸がポケモンをゲットした。冒険終わっちゃったんじゃないもん。要はポケモンアドベンチャーエンスな、終わった。いや、怖すぎ。バチ怖かった。海外はレベルが違いますね。最初から主人公いなかったの怖いな、マジで。みんなもポケモン、ゲットじゃぞ。ということで、アンチパイラシースクリーンでした。最後のポケモンマジ怖かったっすわ。ということで、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ここに小伝説、首切り同時、悪いことすや、そなたの尿道ちょん切るぞ。ねえ、この噂知ってる？ある言葉を口に出して言うと死んでしまうっていう呪いの言葉があるんだって。何それ、変な噂。その言葉っていうのがね、本当に人が死んでるんだよ。分かってる。それでも俺はこの事件の真相を追わないといけないんだ。いやー、お前さんたち知っているんかね。そうか、この事件はあいつから始まったのか。お前らみんな殺されよ。じゃあ私の子宮は4つあるってこと？パワーってなーに。いやー、やめろ言うな。呪言、死の言葉。前売り券を買うとバナナがもらえる。今日もいい天気だなぁ。わぁ、陰向かいの神だ。君はザワッチってチャンネルを知ってるかな？いや、知らないです。やりますね。ザワッチは基本的にバカ動画を出してるバカなやつなんだ。へぇ、最近はいつ動画を出したんですか？最近は3日前。彼はどんなことにでも挑戦するバカなんだ。じゃあ、ビビリなのに怖い動画見たり、寒がりなのに裸で雪にダイブしたりするんですか？やります、やります。ちなみにチャンネル登録者数はどれくらいだと思う？200万ですか。ということで、ザワッチのチャンネル登録よろしくね。はい、ありがとうございました。先輩ー。